ライブ配信は簡単そうなのになんで続かない人が多いのかと CM にも出た元楽天ライブ公式配信者がライブ配信の難しさについて語りますライブ配信って簡単そうなのに続かない人が多いっていうのはなぜかというとライブ配信って最初が一番難しくてどんどん後になっていくほど簡単になっていくるっていうことがあるんですよ 普通は、まず普通に求められる能力っていうのは、最初の段階はどんどん小さくて、どんどんキャリアとか人気とかが出ていくと、大きくなっていくっていうのが一般的だと思うんですよ。ライブ配信の場合はそれ逆で、一番最初のまだ経験とかキャリアとか実力がないときに、多くのものを求められるんですよ。で、逆にキャリアが上がっていくと、どんどん甘くなっていく、簡単になっていくっていうあの仕組みになってるんですね、これが普通と違うんで、これが非常に難しいっていうところが。 ライブ配信の違いっていうのは普通のジャンルっていうのはその人が魅力的だったりまあ面白いからこそ人が集まってくるんだけどライブ配信っていうのは人が集まってるとある程度人が集まってるところでどういうことができるかっていうことが試されるんですねだからまず人が集まってるある程度集まってくる状態にないとまあ本領が発揮できないというかパフォーマンスが発揮できないっていう特徴があるんですよまあ分かりやすく言うとまだファンが0人の段階から ワンマンマライブを開催ししなななきゃいけないいいけみたいなそういう難しさがあるんですよだから全く無名な芸人とか音楽の人が自分でワンマンライブを最初からやんなきゃいけないみたいな難しさがあって大体そういう人たちってっ普通はいろんなみんなが集まるライブとかに出てそこから人気を得ていったりするんだけどその誰なんとなくお客さんがいる中でみんなに少しでも知ってもらおうっていうんじゃなくてまずゼロから、ね、ワンマンでやってつかまなきゃいけないっていう無名なのにそうは難しいんですよ。 だから本当に能力があってもその最初のそこに適性がないとそこで勝っていける適性がないとダメなんですよ。本当は能力があっても本領発揮できずに終わるやつが多いその能力を発揮できるその状況に自分で持っていくまでに至らずそこまでいければいけるのにっていうやつがいっぱいいるんですよ、まあ、普通の芸能活動とか一般的な職業であれば1個ずついけるところがライブ配信は0から5ぐらいまでいかないといけなくてその0から5が非常に大きいで5からい,、はいけば100までいけるやつもいっぱいいるんだけどそこまでいけないんですよ。 日芸文芸学科出身、楽天グループ CM 出演、地上派テレビその他メディア出演、主流派に属さずジャンル不問で我が道を行く、ロックで異端な文筆家、マルチクリエイター、ボーカリストのダビデが炎上覚悟で本音で本質を語ります。ヘーい愛してるぜ書籍、電子書籍、各 SNS、各種作品、活動の一覧はコメント欄、概要欄から。 ヘイベイブ、えー、どうも、ジャンル不問で、我が道を行くロックで、傷んだ分筆家、マルチクリエイター。ロックボ、ロックボーカリストなど、えー。あ、なんだっけ、まあ、いや、えー、よろしくお願いします。最近結構ね、あのライブ配信ってもんがね、結構、まあ、メジャーになってですね、結構、まあ、一般の人でも。やるようになってきたと思うんですけど、ただね。まあ、ほとんどの人は続かないよね。だって、まあ、一見するとさ。 あのー、まあ、適当に喋ったり歌ったりとかしてさ、好きなことをやって、もう収益もらって、YouTube、あそのまあ動画みたいに編集もしなくていいしみたいな、リアルタイムでも、なんか好きなことやって、ちやほやされて、お金もらってみたいなふうにイメージがあると思うんで,で、それは間違いないんですよ。まあ、自分も笑い話してたんでね、うん、わかるんですよ。で、それは間違いではないんだけど、ただ、 まあ、多くの人は、大体、もう最初の段階ですぐに挫折してやめてしまういますね。で、これはなぜかっていう話なんだけど、要するにこれは結論から言うと、ライブ配信って、その、最初が一番難しくて、どんどん後になっていくほど簡単になっていくっていうことがあるんですよ。 つまり最初がね最初がめちゃめちゃ一番こう能力が求められる一番まだキャリアとか経験とか人気がないうちに一番いろんなものを求められてでどんどんそういうものが得ていくとどんどん自分楽になっていくっていう,こう通常とは逆のねだからその他のジャンルの活動と比べても結構最初の段階でこう挫折してしまう人が多くて早い段階で辞めちゃうやつが多いんですよ。 まあどんなジャンルでも新人の頃っていうのは大変なんだけどライブ配信っていうのはその最初のキャリアがない時にこそね大きな能力が必要とされるっていう点でちょっと違うんですよまあ普通はまあその、まあ、普通に求められる能力っていうのはまあ最初の段階はどんどん小さくてどんどんキャリアとか人気とかが出ていくとまあ大きくなっていくっていうのが一般的だと思うんですよじゃあ例えばそのまあバンドとかミュージシャンとかその 歌手を例にすると、まず最初は、もう路上ライブとか、小さいところから始まって、で、どんどんその、まあ小さめの箱とか、10人とかの箱で、とか、どんどん大きくなって、最終的にホールとか、ドームとか、ね、そういう大きな会場でやるっていう。もちろん大きな会場の方が難しい、難易度も上がるし、その責任、責任とかもね、あの、どんどん増えていくわけですよ。責任というか、そういうやんなきゃいけないこととかね、その自分の期待値も上がってるから。うん。 だから逆に言えば最初はすごい簡単にそんな能力なくても少しずつやっていけばいいしまあだんだんこうステップアップするに従っていろんな人を納得させていろんな人に評価されるように能力を上げていけばいいわけなんですよそれやんやけどあのライブ配信の場合はそれ逆で一番最初のまだ経験とかキャリアとか実力がない時に多くのものを求められるんですよで逆にキャリアが上がっていくとどんどん甘くなっていく簡単になっていくっていう あの、仕組みになってるんですね。これが普通と違うんで、これが非常に難しいっていうところがあって、何が難しいかっていうと、まず人が来ないんですよ。まず人が来てくんないで。しかも人が来てくれても、長く滞在してくれないし、コメントもくれないってこともあるわけですよ。 まずその配信アプリの仕様としてあまり人気ない人とかキャリアがない人ってあまり上に表示されなくてどんどん下の方に行っちゃうんですよだからまあそもそも発見してもらいづらいでしかも配信アプリの視聴者って結構まあなんでその結構道の路上パフォーマンスを見るような感じで見たりする人も多いんで興味を持ってもらえなければ素通りだしもしちょっと興味持って立ち止まってくれてもちょっと刺さんなければすぐにどっか行っちゃうんですここんなふざけたことをしていますが 真面目な動画や本の執筆、音楽やアート作品もちゃんと作っております。まあ、分かりやすく言うと、そのライブ配信っていうのはインターネット上ではあるけど、まあ路上パフォーマンスだったりとかまあ、そのアイドルの握手会みたいなもんなんですよ。まあ、分かりやすく言うと街とか。まあ大きな広場とかで自分が。 ロジパフォーマンスをやって、まあ、いろんな人の足を止めて、そして興味持ってもらって、ずっと滞在してもらって、で、ファンになってもらって、それで投げ銭をもらうっていうね。そう。で、そういうことまでをやらなきゃいけないわけですよ。それを、まだ、何も、ね、知らない素人の段階からまずやんなきゃいけないんですよ。だから、それを目を引くようなキャラクターであったりとか、まあ、見た目がかっこいい、かわいいとか、あと話がめちゃめちゃ面白いとか、なんか、すごい話を、テーマをね、すごい、 あの面白い話をするとかそういう何かが必要なわけですよで、そういう全ての能力を持ってしてその最初の段階で結果を出さなければいけないというのは非常に難しいんですよね で、まあそんなの当たり前やんって、どこの業界でもそうそうやんと思うかもしれないけど、ちょっとライブ配信で違って、ライブ配信って、一回自分のことに興味を持ってくれた人とか、ファンとか応援してくれる人がつくと、実はそっから簡単なんですよ。もう、適当に話してる、まあ、簡単に言っちゃえば適当に話してるだけでも、うまくいっちゃうんですね。うん。だけど、逆に言うと、他のジャンルって、まずその、第一段階でファンができたら、今度はもっとよりいいパフォーマンスって、どんどんこう、ステップアップして、どんどん、 メジャーになっていくから、どんどん難しくなっていくと思うんだけど、ライブ配信の場合って基本的に、まあ、やることはどんどん簡単になっていくんですよね。そのライブ配信っていうのは、その、まあ、YouTube 動画とかとは違ってですね、そのファンと対話をする、リスナーと対話をすることで楽しむメディアで、そういうことを求めてるんですよ。だから、一方的にめちゃめちゃ、なんか、あの、面白いことをする。 わけでもないし、すべしなくても、全然リスナーは喜んだりするんですよね。で、要するに、だから、一回、その人の魅力に何か気づけば、あとは普通に会話してくれるだけでも楽しんでくれるのがリスナーさんなんですよ。で、しかも、そのリスナーさん、後はコメントくれたりとか、関係性ができてくると、もう結構話題が豊富になるんですよね。だから、だから、その友達と話すみたいに、あれ、どうなったとか、その。 この前配信で話したことの続きの話だったりとか今日飯食ったよみたいな話だけでもどんどんつながっていくんですよだけどまだちゃんとお話をしてくれる段階に誰もねファンとかリスナーがついてない段階では自分で何を喋ろうってことを考えたりとかねあとすごいこう人を引きつけるように上手に話したりとかもしなきゃいけないんですよでそれは思ったよりも非常に難しいんだよで誰も来てくれないしやって来てくれてると思ってあお客さんだと思って一生懸命話したらまあすぐにどっか行っちゃうとかそういうことがもうに 一生三次にあるわけですよで特にキャリアとか経験がなければ本当そこで焦っちゃうわけですよで一生懸命なんかまあ面白い話をしようって言って空回りした人もいるし逆にうまく話さない人もいるしっていうただずっとそこに10人とか何人とかが必ずいてくれるってなれば本人も焦らずに話もできるし自然と会話が生まれるんですよね。ただそそののの状況に持っていくまでが難しいのその そのみんなと落ち着いてお話ができるっていう状況に持ってくまでには何かしらの才能とか特技とか話術とか何かしらであとタイミングとか何かしらでうまく掴む作戦とかないと一回その状況を作ればいいんやけどそう本当に誰も来ないで誰か来ててもすぐどっか行っちゃうでそのすぐどっか行っちゃうかわかんない人に対して一生懸命話しかけるこれをやるのが難しいしここで一個ずつファンをつって で,それで今このこの落ち着いいいててて話せる状況に持ってくっくうところまでが難しいんですよでしかもその配信の中でお話しするのには結構リスナーの人の意見聞いたりとかそうやって対話していくので誰かが話してくれないと本当一人喋りになっちゃうんですよね。その一人喋りでりで上手に喋れるってやっぱラジオのねあの DJ さんとかすごいけどそういうその話術その特にラジオの中でもこうひ、まあ、一人喋りって本当卓越した技術がないと。 面白くないのでそれをやらなきゃいけないんですよ全く経験とかキャリアがない段階でそこは難しい でしかもね、こう人がリアルタイムに来ないって結構ね、答えるんですよ。例えばね、まあ、YouTube とかの動画を出して全然再生されんっていうのも悲しいと思うんですよ。俺もたくさんそういう経験あるけれども、今でもそうだけど、うん、なんやけどあの、それはまあなんか、商品置いていったのに買ってもらってないみたいなもんや、そうじゃなくて、リアルタイムで自分が店やってるんですよ。こういろんなね、分、まあ、かりやすく言うと、フリーマーケットみたいなとこに、いろんな配信者が店出してるんですよ、リアルタイムにいっぱいやってんの。で、なんだけど、自分のとこに誰も来ないんですよ。 だけど隣のところにいっぱい来てるっていうみたいなあ,あっちには来てるとかねみたいなことがあるわけだからリアルタイムに自分はやってんのにリアルタイムに人が来ないっていうのは結構やっぱやっぱ答えるでそこでやっぱ心折れちゃう人が多いですよ、ね、で、まあ、これはライブ配信に限ったことじゃないんだけどライブ配信は特にこれが辛いく思っちゃうんですよそれなぜかっていうとうリアルタイムで喋るようなメディアなのよでしかもリスナーはいるわけそのアプリの中にはいるのに来ないっていうほ本当アイドルで言ったら 自分のとこに来ない握手会みたいなもんなのよ。まあ頑張って作った YouTube 動画とかね、頑張って作った本とか、一生懸命書いたブログとかが全然売れないとか、全然読まれない、再生されないってのもつらいよ。それは答えるんだけど、また,ちまた違うんですよ。あと同じようなそのリアルタイムでやるものとしても、まあ音楽ライブとか、まあ芸人さんの、まあそのステージ、お笑いステージとか、それも全,全然受けないとかってつらいやんや。そうわかるよ、つらいの。なんだけど、これ、ちょっとライブ配信とは違うんですよ。 で、ライブ配信っていうのは本当一人で自分の基本自分の部屋でやってて、しかも基本喋りなんですよね。まだまあ、歌とかやってる人もいるけど、まあ、歌とかだったらまだいいけど、喋りの人とかつまんないとか。あのあ受ける受けないの。前に誰も来ないっていうで、リスナーはいるんですよ。ボタン1個押せばいて、自分のその枠のその。隣の人たちにはいっぱいいるのに自分には来ないっていう。それ答えるよ。しかも喋りだから、誰も来ない。ってやっぱ喋れないんですよ。普通は？ ね、慣れてきたら自分で一人も喋ってるけど辛いもんがあるのよそこは。でまださどっかの現場に行ってさ同じメンバー同士とかさ芸人さん同士とかであれ全然俺の人気ねえー,ーとかさ話ができるならいいけどさ自分の部屋に一人でさずっとスマホに向かってやってさ誰も来ないしあ来てもすぐどっか行っちゃってああって言ったら辛いもんがあるよ。 でね、なんとかリスナーさんが来てもなんかそこがすごいね一対一もうリスナー致でそゃ喋る方も致でしかもリスナーさんの方がコメントを打たなきゃいけないし、まあ、コメント打つと結構大変っちゃ大変なんですよそれで一対一でやり合うな義務感みたいになっちゃうし本当あのー、話すこと、まあお互い口下手とかあんまり興味のないとか話すことのないお見合いみたいなあもうひあのねなんとも言えないの空気流れるのよねだから逆に言うとライブ配信っていうのはリスナーさんとか 5人ぐらいちゃんと見てしばらく滞在してくれる自分の話を聞いてコメントしてくれるっていう状況になって初めてそれからそいつの能力とか才能とかっていうのがわかるんですよまだ誰も来ないような段階ではすごい話が本当は上手かったりとかすげえあのまあ面白い人間でも力発揮できないんですよだ,だ,だけどライバーシンってその本来の自分を発揮するまでにいかないんだよなぜかっていうとその あ一人のリスナーを掴むのが難しくて、しかもその最初の段階こそ、まだ全然慣れてない段階こそい、いろんな能力が必要とされて、逆にリスナーさんがある程度つけば、普通に会話してるだけで成り立っちゃうんですよ。だから、その自分の魅力とかを伝えるままなく終わっちゃうっていう。実際ね、その著名な人とか有名な人がね、そのライブ配信すると、やっぱ人来るんですよ。で、どうして来るかっていうと、別にその人魅力的だとか好きっていうよりも、その人がどういう人物か知ってる上で、 行くから話題があるんだよねどういう人間でどういうキャラでって分かるからみんなもコメントしやすいし話その人たちも話しやすいんですよどんどんそういうコメントが来るからだから実はそういうライブ配信の能力がなくてももともと有名であれば負け、まあまあ、うまくいっちゃうっていうだから逆にまあいくら本当はお面白くてもなかなか無名だったらそこ最初のがやっぱめちゃめちゃ難しいしめちゃめちゃ顔が綺麗とか,かすげえインパクトになるとかってないとあれだしあっても意外といけなかったりするってやっぱそこがんですよねだからライブ配信っていうのは 面白いから人が集まってくるんじゃなくて、人が集まってる状態で魅力的な枠とか。まあその面白いことができて、みんなを楽しませることができる人が。 成功するのであって、その人を集める能力とはまた違うんですよ。だから人を集める能力がなくても、本当であれば集まってる状態からスタートすればできるはずなんです。で、大体の芸能ジャンルとかは人気なくても人が集まってるところに参加できるっていう仕組みがあるんだけど、ライブ配信の場合はその 自分がワンマンライブやるみたいに集めるところから,から全部一人でやんなきゃいけないわけだからその能力がまた違うから本来能力があってもそこまで行き着かないっていう人が多いっていうことなんですよだから結構ライブ配信で意外と早い段階でやめちゃう人間が多いっていうことですダビデ電子書籍テレビ離れは松本人志のせいだったテレビバラエティ番組がつまらなくなった本当の理由アマゾン・ n d l e にて好評配信中読み放題プラン対象作品